さくらたちは無事なのか。山宮の人は連絡が取れなくなっています。カオルさん、くそ、なんだこの雑音は。通信状態が悪い。コーマの妨害工作かも。まずはさくらたちと合流したい。無事かどうか心配。そうだな。よし、十分に警戒しながら進もう。 聖十郎、落ち着いて。大丈夫、さくらたちはまだ生きてる。急ごう、一刻も早く合流するんだ。行くぞ。これは大蛇、新手の甲馬か。 待って、聖十郎。望月流忍法、破言の術。聖十郎、この大蛇は剣術。アザミたちの攻撃は通用しない。なるほど、相手にするだけ時間の無駄か。先を急ごう。動かない。集中するべ。すまない。アザミ、頑張れ。 気をつけて進むぞ。
生きてやがるのか。持ってけ。渋い奴らだな。おい、リング。なんとかって言ってたな。貴様に名乗る名などない。確か、神山だったかな。お母ちゃんってか。うるさい。その口を閉じろ、コウマメ。 異性がいいとって。だが、それもいつまでもつかな。さあ、もっと踊れ踊れ。命がけのダンスよ。クラリちゃん、さくら。 繋がらないのか。みんな頼むから無事でいてくれ。ち、切り抜けやがったか。ムカつく連中だぜ。みんなが助けを待っているんだ。俺たちは立ち止まるわけにはいかない。 とにかく全力で走って。やだ、大丈夫か。前見て走って。なんとか振り切ったな。ありがとう、アザミ。助かったよ。気配を探るのは忍者のお箱。これぞ望月流忍法霊感の術。聖十郎、この上にさくらたちの気配がある。 本当か。よし、急いで壁を登るぞ。行け。かつての歌劇団が消滅したあの戦いから10年の時が過ぎた大正29年、帝都に再び魔の脅威が迫る時、新たなる帝国歌劇団が誕生する。 次回、新桜大戦第1話、新たなる風、大正桜にロマンの嵐。私たちの運命が動き出す。